もの。身長約300mm、憎悪に満ちた世界で一人少年はさまよう。抗えぬ未来を繰り返しながら、リトルナイトメア2で登場した紙袋をかぶった少年。端正な顔立ちで強い正義感を併せ持つ、まさに王道的な主人公。しかしその強すぎる正義感は時に傲慢となり、周囲を傷つけてしまうのは子供ながらの無知さか、あるいは自覚のない彼の狂気なのか。回電波を調律し、電波塔と同調できる特殊能力を持った彼だったからこそ、時空を超越した怪物電波塔を生み出してしまった。彼はただ強すぎたのだ。